で、最近はね、まあまあまあ、忙しかったよ。忙しかったけど、なんか、どちらかというとね、死んでました。私が。もずくのように、ヒュー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 となっていました。あ、そうそう。エーペックスの大会がね、もう先月か、早いな。その後ね、熱が出て、やばい、私、ついに、コロナになったのかって、本当に焦って、その当時さ、船長とかもさ、なんか、やばいって言われててさ、え、もしかして、私もとかって思って、なんとですね、胃腸炎でした。ずるずるともずくのように、しんどい日々を過ごしておりました。いや、やばかったよ。え、マジで胃腸炎めちゃめちゃ、私ね、昔胃腸炎になったことがあって、その、フレンチトーストを食べたら、消費期限が1日過ぎてて、胃腸炎になったことがあるんだけど、なんかその時もなんかもう、すごい、もう吐き気がやばくて、止まんないの。まあ、先月か、胃腸炎になった時も、もう吐き気がね、やばくて吐き気止め飲んでも、吐いちゃうみたいな。そう。本当にやばかった。でも、特に何か、当たったとかじゃなくて、食品に。そう、普通に、ウイルス性かなの胃腸炎に。そう、水飲んでも吐くし、チキンナゲットをね、頼んだけど、チキンナゲットがね、丸々出てきたもん。本当にね、マジで、うわ、もったいないとか思って。私、ちゃんと噛んだのになんか丸々になってると思って。結構しんどかった。吐いても吐いても、吐ききれないみたいな。あ、ごめんね、食事中の人はごめんなさい。すいません。